ホバンでございます。この曲何なんでしょうね。テレビエディットってあるから多分アニメ系のテーマ曲なんでしょうけどよくわかりませんね。まあランダム再生なんで、インストルメンタルでしたと。字幕消して、とりあえずウーティマ、フォーカスがゲームになかった。せーの、ほい。1、2、3、1、2、ちょい。ちょっと下すぎたかな。あっと、せーの、ほい。1、2、3、1、2、ちょい。マウスの単三電池1本抜いたんで軽くなったんですけど、重量バランスが悪いですね。左に重量が寄ってる、重量、重心が寄ってる。ちょっと今移動できなかったんだけど。Avatar, I will come through the Black Gate now. Do not let him near. そしていつものように他見すると他がうまくいく。So. いや、ミスらなければもう 1.5 秒早かったね。まあいいでしょう。マウス自体をここのバッテリー長寿命モードじゃなくて、これが確か100だか150ポーレートですけど、ヘルツですけど、1000ポーレートを1000にすればもっとぬるぬる動くんですけどね。切り替えがめんどくさい。サイズを3倍にして、で音出して、
監視に特にこれといって何もないけども、うん、ネタは問題なく揃っているのでお届けする不定期コーナー今日の特あの時間です。やっとね、それでも世界は回ってる。これで懸念は減るね。サブリュー、リンク、まあたろくでもないことやってる、リンクをやるか。おい、やる、条文につき、以下省略。しまったしまった。拡大モード有効にしたら、これどうやってできんだ。あ、これか。拡大鏡を有効化してしまった。私がやりたかったのは、CPU のクロックを下げたかった。これ。いや、今日もお疲れ様です。今日も生茶さんが来たら、そこで終了ですね。ちょっと上着が邪魔だ。ん？背景が赤くなってる。何やってたんでしたっけ？なんかイベントをこなしていたような。アルバイトでもしようかな。そうか、自由時間になったから挨拶回りをしようとか、そんな感じでしたっけ。誰の話を聞きましょうね。特にイベントはないんだね。誰の話進めようかな。単純に特定エリアに行けば自動的にイベント発生するんで、会話は週の頭、週じゃないな、この楽器の頭にやってるんで。一瞬入るだけで十分でしょう。昨日は討伐イベントを消化するのに、フィールドに出た直後くらいにちょうどお尽くすコースだったかな。本当だ。ってことはこれもう一通りやってあるんだ。ありがとうございます。討伐依頼をこなしに行きましょう。完全に自分何やっていたか忘れてました。どこでしたっけ。ちょっと一旦ちょっと説明見よう。これか。風の回路切りそう。まあ頑張って進めと。これならなんとか。まあ倒す必要もないけど、適当にやっていきますか。 AP 稼ぎ。10もらえるならいいでしょう。そう、お金のミリが少ないね。これならなんとかなるかな。トラ、うちの勝ちだね。仲間に入れてもよかったかも。タル
ウルフェア。400じゃさすがに無理だな。うん、ブレイクした。おいおいおい、ちょっと倒しちゃう。うちの勝ちだね。うん。クマのハートって持ってたっけ？ああ持ってたっぽい。稼ぎは配信外でやりましょう。タール。あ、すいません、間違えた。こっちじゃない。強いやつは倒していこう。無数のトゲよ。やれやれだ。倒しきれない。素材が欲しいんだけど。ちょい先。うん？いや、ここじゃないな。さっきのとこだな。なんか影に隠れてる的なことを言ってたんだっけ？こいつら。これなのかな。いやこれじゃないよね。終わった。速やかに勝利する。この辺って言ってるけど、あ、いた、こいつだ。ウニー、あ、やべ、先制できなかった。シェードシフト。影を解放します。で、君はちょっと何したらいいか分かんないから、殴ってチェンジできない。トンカチでいいか。痛くないよ、きっと。うん。で、アナライズ。サルバ、お願い。よし、出られるぞ。雷弱点か。まあひたすら連撃やっていこう。
まだまだいけるよ。まだいける。これでもう SP ないから。で君があのサンダーレインでサンダーレインで吹き飛ばせばいいと。あ、しまった。まず強化すべきだった。あんま効かないね。ブースト。君は、特にないな。ヒーリングエコーをやってもらおうか。レジムピラー500。あー、もうないな。じゃあ交換しようか。サルバ、お願い。目覚めるため。じゃあウッドスイング頼んだよ。元気に育てよ。君はどうしよっか。殴って交代して、で後ろにある敵の攻撃キャンセルするか。まあこうかな。交代できます。おいし、出られるぞ。ダメ。これでまたこれを繰り返す。あとは任せろ。やべ、ここしちゃった。まあいいや。いつでも行けるよ。ウッドスウィング。元気に育てよ。俺様が決めてやる。ハイパーできないか。回せ回せ。ちょっとこれ強くない。いって交代可能です。ブロックしてなかったら死んでたよな。じゃあライトニング、ライトニング&チェンジ。交代します。行きます。レイジングピラー。 OK。 錬金術カバン、錬金符のバッグが調合可能になりました。ほう。楽勝でした。いや、アイテムじゃなくてレシピか。
どれだ、これか。危険な薬品などを持ち歩く錬金術師のために考案されたカバンの作り方。自分用のカバンを自分で作成するのは今時の錬金術師にとってもはや常識となっている。ほう、これでフィロさん強化ができますね。もうちょっと近くにできないかな移動がめんどくさい。アタノール。あ、これいける。次元バット、いや作ったことあるな。こっちか。これは次元バットがあれば作れるな。作るか。お疲れさ。これ外して、あれ妖刀村正さんすいません、持ってるんですけどあれおかしいな、なんで縛りプレイしてるんだろううん、ちょっとよくわかりませんね。作ってあるのに装備してないはどうなんだろう。大丈夫だよね。アスタラルカードも1個作れば属性乗せられるはずなんだけど。アタノールを。確かに未作成になってない。これわかんない。錬金符のバッグ、錬金術師のカゴ、これ知らないな。アイアンプレート派生、タラ、あ、タラパライ、タラバガイじゃなくタラバガニじゃなくてこれって多分仲間が拾ってきたやつだよね。魔防虫、ハイスベレー。最後が分かんない。あ、作れるのこれ。ちょっと待った。お疲れさ。タラ払い、これどういう順番で並んでんだろうね。タラ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 払い、長い足を持ったカニ、茹でると簡単に殻を取ることができる。食べるためにこの世に生を受けた、食べられるためにこの世に生を受けた存在ひどいな。あたの、まあまあ、その前にちょっと新しいやつを。輝くヒゲってクジラが何からか取るんでしたっけ。あ、本番でございます。本番でございます。輝く粉がないんだっけ。これも輝くやつがないから無理だね。虹色か。あ、そうか、バッグか。錬金符のバッグ。これ作れないんだっけ。いや、違う。これ作れるよね。あ、錬金術の墓はない。これが作れるのか。アイアンプレート入れて、黒い粉いっぱいあるからのけぞり中混ぜるか。
ブロンズプレート。魔力で鍛えられた青銅製の鎧。鉄の方が強そうだけどね。何つけよっかな。フレアレインかな。弱くなってない？弱くなってますよね。鉄から青銅になってんですけど。魔法で強化することによって鉄より性能上がってるのかな。まあ数字的にも上がってるっぽいけど。よくわかりませんね。あーどうしよっかな。強い炎かな。で防御中とスタンのけぞり中。のけぞりの方が便利か。ほい。で派生魚はもうない。これも作れるっぽい。アイアンプレートを、あ、ブロンズプレートベースも作れんだ。鍛造じゃなかったら意外と弱い可能性。鋳物の可能性確かにありますね。鋳造品ですか。あ、これいけるんだな。アイアンプレート。これブロンズの方が間違いなく性能高いな。ちょっと一回装備してみようか。まあ最悪量産するって手もあるから。博覧。ああ博覧強いんだね。あブロンズプレート強いな。 ありだな。あ焼き菓子プレートより上だ。ブロンズプレート、いや待てよ、これブロンズプレートよか、1個上の作って1個上のを量産した方がいいよね。ならブロンズプレートは素材にしちゃおう。これまあ何ができるか分かんないっていう問題があるけど。カニブロンズペンテローグ。アーマードタラバ。トゲトゲアーマーだ。ガニの装甲を模して作られたシンクの鎧。装備はアイスいいね。炎系はあるけどアイスの力、アイス系の魔法ないからつけよっか。これプラス、どうしよっか。ヤッハー御用達っぽくなってきた。W 世紀末に重用されそうなやつですね。珍重されそうな感じか。防御中、魔法防御かな。魔法台はいいけど、まあ防御特化にしよっか。魔法と防御。ほい。ベンよ、この鎧はお前が着るのか。いえ、別に僕じゃなくても先輩が着ますか。俺様は赤か金の鎧しか着ないと決めている。そうですか、それじゃあ僕が着よっかな。待て、気の利かないやつめ。なぜそこで僕が金の鎧を作りますと言えんのだ。だって金の素材って高いですし、値段の話をしてるのではない、気持ちの心意気の問題だ。そんな、わかりました。金の素材が手に入ったら考えます。メッキとかね、愚者の金的なものでもいいんじゃないですかね。期待してるぞ。あの黄色、まずイエロー、黄色い素材で作って、どうか真鍮で作って、その上にクリアラッカー吹けば金っぽくなるよ。塗装のテク的なやつね。あ、ゴールドメール。ジャードを磨こうぜ。そういう方向でいいですよね。磨いた上でクリアを吹けば金っぽくなりますよね。水でも塗ればいいんでしょうかね。ああ、攻撃アップ外してあるから、でも防御はすごい上がるね。
あ、すごいすごい。やっぱりアーマードタラバー正解ですね。うん。アーマードタラバ。うん。防御魔法100超えですね。あ、そうだ。そろそろグローブック増えてない。ダメか。あ、いった。ああ、ブロンズブレード。メトロノーム、小物と呼び出せるんだ。ってことはこれ前から使えたんだな。速度5、 SP 回復賞、サポート速度賞、コボルト、磨けば10分金に見えるから問題ない、うん、でもちょっと手入れをしないでほっとくと一瞬で曇ってきそうですね。6章が浮いてきて怖そうですね。ダメか。あたの、派生はないのか。これは一番最後のアイテムが分かんないな。ミコフクも不明。板チョコも無理だね。お疲れさ。いや待てよ、そういえば装備なんかなかったっけ。なんかこれ作れそうだね。スレッジハンマー、輝きの粉がない。うん、フロンの5分、フレームリング、不明のものも意外と選択したら別のもので代用可能って場合もありますし、うん、ですね。試してみると意外といけるのがありますけど持ってない。諦めずに試してみるのも全然ありですね。これは年金絶種のカゴ確定なんだ。 これダメだね。こんなところか。お疲れさ。じゃあ次は山手を報告してお金もらってこようか。次の討伐はどこだ。ありがてえ。次はどこだったかな。マナイ石あたりだったっけ。ヤバい妖精鳥を、マナイ石周辺跡地で賞金組の妖精鳥を倒そう。飛び石を積んだ先の台の上によく現れるらしい。ラジャー、飛び石の先、あそこか。お、歯車あった。大歯車はない。いや戦闘めんどくさい。だるー。だる。
やべ。なんか敵強くなってるな。無数のトゲよ。やれやれ。14か。ドラゴンしまった殴って仲間にすればよかった。うちの勝ちだね。ブイ。ここかな。倒しちゃった。上か。あ、いた。こんにちは。あ、速度が主人公上回ってる。じゃあ範囲攻撃。いやー、これ直線だな。だったらば一体集中攻撃か。これ魔法っぽいのにやっとくか。ウッドスウィング頼んだよ。元気に育てよ。シェードシフト。影を解放します。君はこのフィロさんは前衛じゃなくて後衛に置いといて、誰か殴って前に行って、で回復に回した方がいいよね。前衛に置いとくキャラじゃないね。ミニマムトルネード。飛ばすよ。アナライズ。サルバ、お願い。マイスレ、無限の刃。たくさん大収穫。ライデンチャージ。ライデンよ、俺に降りろ。もう来ないで。でサンダー、いや待てよ、敵の弱点なんだ。一匹どっか行っちゃったな。しゃあないな。じゃあハイパースクリューで君。大回転だ。で、アナライズ。サルバ、お願い。いつでも行けるよ。で、君がウッドスイングかな。頼んだよ。元気に育てよ。レイジングピラーやってで交代か。刃よ。交代可能です。いて。で君が、プリファリングでこの敵のめんどくさいやつを無効化して、でフィロさんと交代。ヒーリングエコベータ。これで大丈夫だよ。1400。はあ、なるほど。突撃ハンマー。
スレッジハンマーが超可能。ほう。ってことで楽勝でした。守護者マナ遺跡周辺跡地で遺跡の守護者は軍勢を倒そう。軍勢か。うん、メトロノームとフラムゲイズ、あれは仲間に作ってもらってるから日付をまたげば OK。 アタノールを使うの。日付というか週をまたげばか。スレッジハンマーって、あ、これ、あ、これ作ったことないんだ。ギアボックス、まあ何もついてないやつ今装備してるんだよね。8割ツインズか。あれ、なんでこれ外してんだろう。 HP 下がっても装備する意味あるな。何もついてないから作って、この属性つけて強化しよう。アタノール。サンダレイン強いんだよな。 2,3 回やってくれますからね。でもフィロさんじゃなくてニケさん使うならばウニ落とした方が強いから、まあ全枚でいいか。ケチロウ、AP 獲得像。赤色だったら変えるんだよな。あ、いいね、防御攻撃中、攻撃中いいんじゃない。リフレッシュ、再生の力が解放されリフレッシュを使えるようになる。これってなんだ、リジェネかな。フレアレイン、リフレッシュ、いやリジェネはあれか、実数ヒーリングエコーみたいなもんか。ってことはリフレッシュ別だね。なんだろうこれ、気になるからつけてみよう。攻撃中、スタン中いいな。ハンマーとかって多分なスタン値高いよね。スタンつけるか。でストレッチハンマー分岐します。アルテナ製品、こんなとこか。これで装備が自動的に、いやなんないか。ストレッチハンマー、ふむ。で、グローブック変わってないですか。お、来た、ハートフルアクション。
リフレッシュ、浄化の光で全状態異常回復。はあ、キュアと違うの？あ、キュアは毒限定か。なるほど。ハートフルアクション、強力な愛の虫で大ダメージ。追加効果、とどめを刺した動物系モンスターからハートを入手。なるほど、ハートクラッカーの上位版か。めちゃめちゃ SP 食うけど、6ヒットか。なるほど。じゃあマナ遺跡で門番やろっか。遠いね。まあ途中で回復あるから気にせず、戦っても気にせずって感じか。あ、闇のコンパク。あー、ダメだった。素材取ってこようか。そしてここ先行き方わかんないって言ってましたけど、実はここ行けんですよね。追加攻撃があるんだ。やれやれ、終わった。ここここなかなか気づかないですね。配信外でアイテム集めたいときに、もしかしたらと思って適当に壁に向かって歩いていったらいけたというね。隠し方ひどいですよね。マップ見てどうやっていけんのかなーって比較しながらやったってのもありますけどね。素材回収として
ああいう隠し方はどうなんだろうなと思いました。石兵、これどうじゃないよね。頼んだよ、元気に育てよ。バックが変わった。やいばよ、仕上げろ。ダキトー大収穫。やれやれ。全然火力足りてない。トルネード。交代できます。DI、 まあありがたいか。さっきの上のアイテムどうやって取るんだろうね。あー取れなかった、縮小。まあいっか。タロウ。うん、あれこっちって行ったことない。いや、これ見たことあるな。最終ポイントがある。どこだ。先制ゲット。さあ、行くよ。あ、SP が回復してない。やれやれ。ああ間違った、殴る相手が違う。夜だ。お、500円。こっ
ちの下なんか行けそうだな。下には降りられないんだ。あとこっち側なんかある。いや、これ以上行けない。あと夜間歩きたくないんだけど。超スピードの敵が出てきちゃうよ。早い早い。行くか。いやでも戦いたくないな。いやこんなの無理。くら。じゃあスピードマヤジやめてよ。すると SP 回復しないから そのまま。しまった。あ、これ倒しきれるか。あ、ちょっとだけ足んない。ブレイクしてる。ちょっともったいないけど、いや、いっか。交代します。まだ交代しないと。あ、危ない、死ぬ。超回復になってるから回復量すごいね。
毎度反射神経が試される本当にちゃんと右上見て交代できるけど把握しとかないと回答かなきゃいけないのもね雑譜が許されないという。あーもうできない。よし、出られるぞ。100ならいけるでしょう。まあ SP 使っちゃっても別にいいんですけど。交代できます。後衛に回せば回復しますからね。交代します。うちの勝ちだね。ブイ。あれか、ちょっとこの、いや待てよ、今やることないか。そう、時間朝になるまで待ちましょう。どうしよっかまあインチキとして加速するって方法もありますけどねちょっとほっとこうか。4ゲーマーあたりでなんかないかな。うん、コールオブデューティー、ヘイロー、バイオショックなどを手掛けた作による魔法 FPS アベウムの騎士団の最新トレーラー。へえ、トンネルや石炭を掘りたい人に待望の鉱山採掘シミュレーター、コールマイニングシミュレーター、Steam で配信。はあ。クトゥルフ神話がモチーフのコープホラーアクション。エラシス、アーリーアクセス。ほう。もうちょっとだね。もうちょい。ディアブロ4パッケージ版角川だって。こう角川公式オンラインストア。へえ、ゴルビーのパイプライン大作戦プロジェクトエッグで本日配信。あ、ゴルバチョフ首相のも、ん、首相でしたっけ、大統領か、あの、え、書記長か、イラストがついてる確かついてないやつ売ってましたよね。へえ。よし、
じゃあ行きますか。ちょ、見えない見えない。シェードシフト。影を解放します。あとフィロさんを公園に出してないね。雷系ライトには一匹なんだよな。だったらば、あーラインにならないか。じゃあこれでとりあえず一匹減らそう。でアナライズは不要。これはまあ普通に殴っちゃっていいか。殴って交代な。で君も殴って交代だな。ライデンチャージ。ライデンよ、これに降りろ。ライトニング。カウンター。メガスクリュー。交代できます。ダキサー大収穫。ブレイクした瞬間からもうクリティカル発生するんだね。さあ次交代可能です。ドスイング頼んだよ。元気に育てよ。ちょっと待った、敵の、あ、敵わかんない。だったら殴って交代かな。いやこれ間違いなく、これライトニング系で弱点でしょ。こっち交代します。俺様が決めてやる。じゃあハイパースクリュー、こっち大回転だ。よし準備はできた。ブースト。よし。ダキサー大収穫。準備を。で、レーシングピラー。いや、待てよ。アナライズしよう。アナライズしよう。スピントーネード。ハートクラック。フェンドコールしてベアホームラン。一撃死はもったいないな。キノアラスクリュー。キノアラを呼びコンボで叩き潰して中ダメージ。これやってみるか。うちも負けってどういうことよ。あ、ブレイクしたいからクリティカルだ。4600。すごいな。なるほど、バーストに加えてブースト、そしてあれか、ブレイクのダメージの増加効果で、いや、あんなすごいダメージいくんだ。面白いね。ちょっと君殴って交代しよっか。完全に袋叩き中の便乗 W。 すごいダメージですね。いやー、なかなか面白い。ある種ディスガイア的な数字のぶっ壊れ具合ですね。殴って交代。行きます。ちょっと SP 回復しないと。
あとグンナル君も殴って交代だね。で君はこれかな。グンダル君交代しないといけないね。何やってんの。でブレイクしました。で君は回復だ。君に交代してもあんま意味ないんだよな。ちょっとこの人アナライズしたいんだよな。交代できます。サルファ、お願い。あれ、グンナル君のブースト切れてますね。カース、これ回復不能か。意味を、弱点雷か。ないな。魔法攻撃ぞ、レジストだったら炎とかでいいか。グランドへこう、まあレジストだけどいいか。これフィニッシュだね。これフィロさんのおかしなバッグで封印したら何なんだろうね。気になるからやってみようか。交代できるよ。チェンジ。交代可能です。準備 OK。レジストになってるな。大丈夫か。倒しきれてない。よし、出られるぞ。倒しきれてない。倒しきれてない。もうちょっと防御しようか。ん、なんだ今の。おーおーおお。鉱物が鉱物？なんかよくわからんもんもらったな。鉱物が鉱物ってなんだ。鉱物レシピか。え、な、なに。ここにあったのか。どこから見ても鉱石にしか見えない石のような砂糖菓子、普通の石が混ざらないように注意すること。これがあれか、敵がお菓子になったやつか。1、2年は立ち入り禁止。こっから先行けないのか。
よし。なんか作れない。あれ？これいけるな。デバイスシールド。あれ？クローム水晶いつの間に拾ったんだ。あれ？クローム水晶あるってことは、これはなんか作れるな。素材。黒くはないが、剣暴露を思い出した、うん、あれは確かに硬いでも唾液につけておくと、晒しておくとねえ、乾板みたいに溶けていくっていう、なかなか面白いですよね。これか、半透明に光る六角形をした水晶アクセサリーとして一部の女子生徒に流行の兆しが見えつつある。何この中途半端なぼんやりした表現はつまり全く流行ってないってことか。デバインシールドはいいのかな。ラウダ・ヤングにバカ受け的なポジションでしょうそれだ表現的にそれですね。よくわからないってですねあまりぼんやりすぎて対象が不明なものとして、ペンテローグ青でもいけるんだ。まあ赤でいっか。あ、これもともと作れたあ、そう。じゃあまあ闇のコンパクトでいっか。土はない。防御中フレアレイン範囲拡大。敵の攻撃を防ぐ魔法の盾を作る装置、ただし確実性に欠ける。ほう、あっと、となるとアタノールドでなんか作れるんじゃない。クローム通信はなくて作れない装備結構あった気がする。これダメか。あ、ペンタローム性なんちゃらないな。これいける。アーマークロック、金塊、一番最後が分かんないな。板チョコ、アーマークロックいけますね。レザーだな。クローム水晶、クロークに装甲を追加して作られたウォーク。アイスレインかな。つけるものは防御中と
ボ SP も欲しいけど魔防かな。うん、お疲れさ。そして誰が装備するか。あ、アーマードタラバー誰も装備してない。アーマードタラバー誰に装備させよっか。あまりに貧弱なやつ。君？アーマードローブもうダメか。君は？ダメか。君かな。よこせと言われはしたものの、うん、結局装備しない先輩。いやだってだって忘れてたんだから仕方がない。アーマードクローク君はどうだろう。まあいっか。タラバ、タラバどうしようかな。タラバ先輩かな。96 HP 的に、 HP 的に先輩だね。うん、で焼き菓子プレートが余るからそれを誰かに装備させようか。うん、しまった、時期を逃したまあいっか。あ、これキャラ変更は LR でできるんだ。使用時に瀕死の状態でとどまることがある。食いしばりですね。なるほど。じゃあ報告しましょうか。2つあれ2つあったっけ。もう1個しか残ってない気がするな。クロム水晶、あ2つある。じゃあ渡してくるか。うん違う、上司寮。令和ってやくわ。ほら用が済んだなら早く行って。うん、よし、じゃあキャライベント見ましょうか。誰がいいかな。まだ見たことないやつ。君か、君は君か。ハンナが来てからなんだかアトリエの空気がすいません、生きてしまったような気が。ちょっと息苦しいかも。カバンが置きっぱなしですよ。誰のですか。ごめんなさい、私のだ。きちんと片付けてください。
あ、また食べかすが。それは今掃除しようと思ってたの。あれ、ここにあった実験器具は。ああ、実験で使ってるんだ。終わるまで借りておきたいんだが。きちんと元に戻してくださいね。分かっている。くそ、これは由々しき事態だ。なんでそんなところに隠れてるんですか。貴様は悔しくないのか。我らのアトリエが荒廃に支配されているのだぞ。先輩が連れてきたんでしょ。それに真面目でいい子だと思いますよ。おのれ、寝返りよって。何か手を打たれば。先輩どこにいるの。あ、机の陰に隠れてんだ。あの、アンナちゃん。はい、どうしたんですか。あのね、アンナちゃんが頑張ってくれてるのはよくわかるんだけど、ちょっとやりすぎっていうか。え、なんだか息苦しいのよね。あまりうるさく言われては集中できないしな。そんな。私はみんなのために、このアトリエのためにやっているのに。あ、まさかこれが噂に聞く新入生いじめ。そんな、グンナル先輩以外はいい人たちだと思ってたのに。グンナル先輩以外、いじめってどんなことをされるんだろう。いけない、囲まれている。あのね、だからアンナちゃん、近寄らないで。え、それ以上近寄ると切ります。どうしたのよ急に。若輩とはいえ、私も父から免許改伝を受けた身。多勢に無勢とはいえ、そうやすやすとは打たれません。何を言って、ちょっと落ち着いて。近寄るなと一度警告しました。二度はありません。ちょっとかなり興奮しているな。まずは相手の要求を。気がそれた、今のうちに。ほう、これは願ってもない展開だな。喜んでる場合じゃないですよ。追いかけなきゃ。当てた方がいいんじゃない。なんか怖いし。いない方が静かでいいんじゃないか。でもでも、誤解は解いておいた方が。でもあの調子だと一人ずつ闇討ちしてきてもおかしくないわね。闇討ちって、そんな。月の出てない晩は気をつけることね。あながち冗談とも思えないな、あの様子では。来るなら来い、望むところだ。軍長は特に恨まれてるもんね。なぬ。そうですね、出会いからあれでしたし。真っ先に切られちゃったりして。おっ、お前たち仲間が飛び出したのに何をのんびりしてるんだ。うわ、分かりやす。まあ、どっちみちほっとくわけにもいかないし。さあ追うぞ、遅れるなよ。何をするんだい。まさかあんな暴走する子だったとは。冷静に考えてみると、早めに見つけないと危険かもしれないな。手分けして探すか。相手は興奮している。決して一人で近づくなよ。ほう、イベント用限定パーティーですか。
ダメだ。めんどくせえな W。 今のところそれほど面白いイベントではないですね。見つかったんだけど。見つかったけど、他の生徒のみんなに協力してもらって捕まえようとしたの。でも10人くらいまとめて倒されちゃって。ついに一般人にも被害が。パンナちゃんは私たちのことを追ってると思ってるみたいね。それだと見つけても話聞いてくれないかな。ま、後のことは捕まえてから考えるか。あれは、まあボイスがあるから楽でいいけど。どうしたの？まさか。前のめり。息は、急所は外したようだ。やっぱりアンナちゃんが。見てほどの暴動だ。今のアンナは通常時より強いということか。泣くと強くなる子供みたいなものかな。可愛い表現だな。まあそんな感じだ。だが油断するなよ、奴は本気だ。そこは歩かない方がいい。危ないからな。ロクシス、危ないって何が？罠を仕掛けた。興奮した相手を捕らえるではこれが一番だからな。アンナちゃんの捕獲用に？トラバサミに火薬を仕込んだ。捕まえると同時に戦闘力を奪える優れものだ。凶悪なもの。ほう、そんな便利な罠。ダメだって。そんなのすぐ外した方が。外すのは構わんが、ちゃんと責任を取ってくれるんだろうな。責任？アンナを捕獲して説得することだ。そこまで君がやってくれるんだな。そこまで？では罠は外しておこう。あとは任せたからな。なんだか全部押し付けられた気がする。後で罠の作り方を聞いておかんとな。アンナちゃん待って。追うぞ。はい。追い詰めたぞ。さあ観念しろ。先輩、目的がずれてますよ。あのアンナ、何か誤解してるみたいだけど。その来ないでください。捕まって恥ずかしめを受けるなら舌を噛み切って。まあ早まらないで。ブレイン、収めてるぞ。負けるな。そんなこと言われても。拾ってあげるから。それは違うような。まあ行ってみます。近づくなと言ったはずです。落ち着いてアンナ。ほら武器も持ってないし。猫がいます。そりゃそうだね。え、ああそうか。サルファもここで待ってて。やれやれ、死ぬなよ。頑張るよ。これで話を聞いてくれるかな。そんなに警戒しないで。僕たちアンナを嫌ったり、ましてや撃とうなんて思ってないよ。
ただ今まで自由にやってたからちょっと不満が出たっていうか、だからね、もうこんなことやめて。言い分は分かりました。ただそれが真実かどうか確かめる必要があります。確かめるって？そこはもう私の間合いです。レン君、剣が首筋に。見事な寸止めだ。避けようともせず。なるほど、嘘はついていないようですね。避けなかったというか、避けれなかったというか。ということは、すべて私の勘違い？いやー！ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい！私ってば、思い込みが激しくて、つい。分かってもらえたなら、とりあえず、刀を引いてもらえるかな。わー！そういえば、ニケ先輩は思いっきり叩き切ったような。大変、大変です！謝罪と賠償。そして無限の謝罪。分かってね、誤解も解けて。ねえ、謝罪と賠償は一度ではなく無限におかわり可能。千年ならず一万年恨み続けますっていうね。一人命がけだよ。わ、首少し切れてる。あ、レイ君、血が。あんなか。扱い方を間違わなければかなり面白くなりそうだ。メトロノーム3つ、やった。あれですね、謝罪と賠償、ね、もう完全に当事者とは関係ない人たちが、ね、団体を作って、ね、権利をなぜか引き継いだと言って永遠とその権利を行使しようとするわけですね。たくさん取れたよ。ん、浅摘みみかん、これ初めてだな。シルキークロス2つ、うん、お、プロジョン6個、素晴らしい。頼まれていたもの、カーテン、オッケー。先輩、取ってきた材料の確認をお願いします。トラフグですってなんだ。朝摘みみかん、朝日を浴びて強い甘みを帯びたみかん、当然朝にしか取れない。昼過ぎにとってもその甘さは、甘味は失われてしまう。せめて権利を受け継いだ証拠を書面で出せ、あとその権利が発生した証拠も一緒にな。ね。そしてね、その上でね、謝罪を受け入れたとしても後からその謝罪は一度も謝罪されたことはないとかね言い出すっていうね。そういったことを含めてもろ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 ね、口だけだけじゃなくてね、書面できっちり出してほしいですね。でもそれでもやっぱり無効にされるから、条約としてね、より強いものとしてほしいですね。トラフグです。数年以上成長したトラフグ、蓄積した毒は大変危険な一方、命がけで食べる珍味としても知られる。ほう、これが成長した姿か。スタント猛毒、なるほど。じゃあ納品いこっか。持ってかれるのか。2220円、安いな。焼却炉、
持ってるならさっさと出しゃいいんだよ。これ持っててもこれ持ってとっとと失せな。まあもらうものもらえればどうでもいいや。次はリズム欲しいよ。音楽室もしかして私にですか。助かりました。これで練習はできます。よし。で学生課で一旦アルバイト確認するか。ないないってことで通常イベント進めるか。キャライベント、その前に、予定を組まないと。何作ってもらおうかな。メトロノーム大音さ必要なんだよね。普通なら作ってもらうか。採集、あーマナ遺跡の奥意外といいね。楽々楽々なら理由の墓場でいいや。でアンナさんが骨の森、マナ遺跡かな。カーテンは作った。デバインシールド3週間装備系苦手か。この辺普通だね。天使の羽2つあるのか。羽飾り、猫耳猫耳言ってもらうか。プロージョンも欲しいけど3つあるのか。なんか装備系、ブロンズプレート2週間、アーマードタラパ、これ強いんだよね。これ2週間なら作ってもらおうかな。アーマークロークはロクシス君専用か。ならばアーマードタラバー作ってもらおう。パメラ屋さんは、パメラ屋さんは装備系ダメだな。お大音さ2人で作っても仕方ないか。いやでもこれ楽々だからパメラさんに任して、ヒロさんで他の作ってもらおうか。エクセリフ、これ重要になってきそうなんだよな。アクセサリー系でもいいな。羽飾り、羽飾りこっち系。いや待てよ、猫耳作ってもらおっか2人でこれで装備が若干更新できるかな。で、君アトリに入ってくれたのはいいけど、健康にもいいんだよ。
しに飲んでみて。なし、自分で試さないんだわ。え、僕が？大丈夫なのかな。大丈夫だってば。危険な材料は少ししか使ってないし。使ってるんだ。お前も男なら腹をくくれ。そうよ、健康のためならるって人もいるからね。健康のためなら死んでもいいってね。それはどういう意味？確実に幽霊になれればいいんでしょうけどね。静かにしてもらえないか。あ、ごめんなさい。少しくらいいいじゃない、せっかくの放課後なんだし。ラクシス君も一緒にお話ししましょうよ。結構くだらない話に付き合っている暇はないの。でもこうやって話してるのも楽しいよ。あ、どこ行くの？図書室に。騒がしくて集中できそうもないの。ロクシス君、全然おしゃべりしてくれないね。なんであんなやつ誘ったの？まあ男の勘というやつだな。全然意味わかんない。だが確かにこのままではつまらんな。ウェイン、なんとかしてこい。言ってどうにかしてください。だからなんで僕が？それが一番面白そうだからだ。先輩命令だからな、拒否は認めん。あらあら、責任重大ね。でもフィロの薬を飲まずに済んでちょっと助かったかも。図書館。あ、薬はお前に任せたぞ。それですね。命の身代わりをしてほしいですね。なんだか慌ただしく出ていった。ロクシスは洗練所の方に行った。一回セーブしていこう。ロクシスは資料館にいなかった。近くにいた女子生徒がロクシスが千年獣に向かったことを教えてくれた。早速追いかけよう。先にいますね。あ、光る花びらだけど。無数のトゲよ。あ、大丈夫か。倒しきれない。うちの勝ちだね。ブイ。クリオネ。あとは任せろ。
装備ちゃんとやったよね。うん、やったるね。キノアラって100あるよね。88か。殴る相手間違えた。無理では。あ、いった。いい戦いだった。それなりにな。速やかに勝利します。無数のトゲよ。ニケさん火力すごいね。いい戦いだったぞ。それなりにな。虹色の羽とかそういったの欲しいけど、多分もっと上の方にあるアードランスとかそっち系かな。99あるな。取る時間も重要なのが難しいですね。ランド。
ちは。あと、イベントだ。右上のところ箱があったけど、多分あれお金だな。なんか見たことない敵がいるな。あー、なるほど、マナを契約したいのね。何度やっても無駄じゃ、ポリの男よの。なぜ無駄だと。私の能力が足りないとでも。まだわからぬか。マナの意思に反して契約を結ぶなど不可能じゃと。ではなぜ私との契約を拒む。わらわは面食いでの。お主のようなやさ男はすくん。そんな理由で。あ、いつからそこに。あの、ごめん。ああ、ずいぶん嫌われておるの。お主、あやつの仲間かい？はい。君は？わらわは光を司るマナじゃ。そうか。ロクシスはマナを持ってないから。らしいの。おかげでこうして付きまとわれておる。どうして契約してあげないんですか？からかうと面白いからじゃ。そんな。誰かと同じような理由で。美少年がクモンと愛玩の目で見つめてくるのじゃぞ。これ以上の愉悦はあるまい。よくわかりませんけど、なんとか契約してあげてくれませんか。何故お主が気にかける。これが仲良くなるきっかけになれば。よくよく見ればお主も面白そうな男よの。よかろう。ただし条件がある。本当ですか。お主も錬金術師の卵じゃろ。プロージョンを持ってくれば考えてやらないのかな。ありますよ。プロージョンですか。わかりました。なんとかやってみます。持ってきました。ちょっと説明見よう。ロクシスはマナと契約しようとしていたがうまくいかないらしい。プロジョンを持ってくればマナはロクシスとの契約を考えてくれるらしい。考えるとは言った、契約するとは言っていない。はい。なぜ揃いも揃ってテロ意識が高いんだ。ロクシス錬金術師のね、共通する性質みたいなもんなんでしょうかね。ここで何をしている。あと、その手に持っているのはマナに頼まれて。それを持ってくれば私と契約を交わすと約束したそうだな。聞いたんだ。だったらどういうつもりだ。え、同情か、哀れみか、それとも私を見下して楽しんでいるのか。そんな、僕はただ才能を持ち合わせた奴は違うな。そういう態度、俺だけ私の。お前にだけは施しは受けない。マナくらい自分の手で契約してみせる。ロクシス。酔いなじられっぷりじゃった。おや、なんじゃ泣きそうな顔をしよって。お主はてっきり M かと思うとったな。何ですか M って。こうなるって分かってたんですか。予想通りの展開になったの。目の保養になった。礼を言うぞ。これ作ってきたんですけど、ロクシスと契約って約束は。そんな約束したかの。考えておいてやるとは言ったが。そんな。そもそもマナと人との契約に他者が首を突っ込むのが間違いなのじゃ。
結局ロクシスを怒らせただけってことか。参ったな。このイベント進めればロクシス強化できるかな。これ作っておいたわよ。めんどくせえな。ねえ。イベント。ダメだわ。真面目に研究してるとすぐ飽きる。私は楽しいけど、でもちょっと息苦しいかな。これがあるべき姿だろう。今までがだらけすぎだったんだ。ロクシス先輩の言う通りですよ。そりゃそうだけどさ、文ちゃんもすっかり来なくなっちゃったし、そもそもここまでして錬金術師になりたいかっていうと。そういえば聞いたことなかったね。なんでみんながこの学校に来たのか。ルモンだな。私は物心ついた時からこの学園に入ると決めていた。私は文武両道を目指して。うちはスカウトされたからなんとなくかな。昔のことだから忘れちゃった。ベイン君は？え、僕は父さんが錬金術師だったかもしれないから。なんでそんな曖昧なのよ。よく覚えてないんだ。昔の記憶がなくて、気がついたらどこかのアトリエにいて、ぼんやりと研究をしている父さんの姿は。そうなの？それじゃあお父さんの名前も。うん、さっぱり。テオフラトゥース・アウレオルスだ。テオフラトゥース、それが父さんの名前？え、テオフラトゥースって、え、あの有名な。おぼろげに見えてきたんです。錬金術師のようなものが。なるほど。そしてそれを周りを巻き込んで、ね、突き進んでいくわけですね。いえ、周りたちの、ね、同志たちを元に持って進んでいくわけですね。謎なビジョニストというかね、なんて言うんでしょうね、ファンタジスタというか。やめてほしいですね。知ってるも何も、ここ数年で最も偉大な錬金術師じゃない。ここ数年で最も偉大な。あれですか、ボジョレー的な、もしくはどっかの国のね、他国に対する報復措置のデカさ的なもんですか。学生時代を含めわずか10年足らずで多大な発見と学説を残された方です。晩年は研究に悩んで創生したと聞いていますが。すごい、ベイン君、テオフラトゥースさんの子供だったんだ。どうりで何でも器用にこなすわけよね。そうなのかな、自分ではよくわからないんだけど。テオフラトゥースくん、懐かしいわね。会ったことあるの？ええ、学生の時によく遊んだわ。テオフラトゥースさんもここの生徒だったんだ。って当たり前だよね、ここを卒業しないと錬金術師にはなれないんだし。学生時代のテオフラトゥース、興味がありますね。あ、じゃあさ、先生たちに聞きに行ってみない？面白そう。ベイン君もお父さんのこと知りたいでしょ？ね、行こう。あれ、クマが勝手に歩いてる。おや、ロクシス君も行くんだ。サルファは父さんのこと知ってたの？ああ、
俺の飼い主だった男だからな。そうなの？そんなこと今まで一度も聞かれなかったからな。そんな意地悪な。ボケっとしてると置いていかれるぞ。あ、うん。主人公、その錬金術師のホムクルス説ですか。ホムくんですか。間違えた。予定表更新してない。ちょっといろいろとずらしてみようか。千年樹。あとは作ってるから無理だね。そうだね、アポロの大音叉は終わったか。これを何にしよっか。琥珀水あたり、これ SP 紹介服だよね。琥珀水の量産してもらう。でも2週間かかるな。さすがにそれは。ちょっと荒れたな。探索行ってもらうか。旧校舎、資料館あたりが良さそうだけど、旧校舎行ってもらおうかな。いや、資料館支部だ。したんだい、みんなして。テオフラトゥースのこと聞きに来たの。テオフラトゥースの、まさか思い出したのかい。いえ、そうじゃないんですけど。あ、そっか、残念。ベイン君のお父さんなんですよね。確証はないけど、おそらくね。ベインをスカウトしたのもそれが理由だし。でもそれは引っ掛けに過ぎない。今の君を見れば、入学させたのは間違いじゃなかったと胸を張って言える。テオフラトゥースさんはどんな方だったんですか？ああ、実は彼とは同級生でね。すごい！一緒に研究とかしたんですか？同級生といっても同じクラスだっただけさ。正直彼は雲の上の存在だったよ。彼が何を研究してるのか、僕なんかには全く理解できなかった。へえ、やっぱりすごい人だったんだ。あれ、でもん、どうかしたかい。テオフラトゥースさんと同級生ってことは、つまり先生、レイン先輩くらいの子供がいてもおかしくない年齢なんですね。え、あ、すみません、
科の先生のところに行こうか。こんなオチか。年君たちぐらいの子供がいてもおかしくないぐらいの。ほう。ん？テオフラトゥースの話だと？はい、何かご存知ないですか？俺がここに来た時にはもう卒業してたからな。そうですか、残念。ゼップルとかイゾルデに聞けばいいんじゃないか。あいつらなら年も近いしな。はあ。ふむ。んじゃ、大勢で。先生は、そりゃ学校に婿探しに来てるようなやつがいるんだしな。覚えてる？学生時代で適齢期なんだろう。なるほど、確かに。この学校にいる目的が謎すぎますからね。テオフラトゥース？はて、聞き覚えがあるような。錬金術師のテオフラトゥースよ。起きちゃったの？しっけえな。わっしゃまだ80じゃぞ。じゃあ教えてよ。そうそうじゃな。確かあれはわしが19の頃。当時のわしは全然関係なさそうな話が。その話長くなりますか？お望みとあらば何時間でも話してやるぞ。私たちは先に失礼します。ニケ先輩、責任を取って最後まで聞いてください。え、フチが？さあ行きましょう。成果はなかったと。あれ、あの先生どこだっけ。イゾルデ先生どこ。あ、これか。あら、大勢のお客様ね。私に何か？あの、テオフラトゥースさんのことを聞きたいんですけど。テオフラトゥース、ベインのお父さんなんだよね。そう聞いてるわね。私は半信半疑だけど。そのどんな人だったんですか？彼には散々才能の差を見せつけられたわ。それゆえ敵の多い人だった。敵ですか。川澄綾子二役やってんだね。だからあの受付嬢の人、あの極端な感じの演技になってんだ。妬まれやすい性格をしていたのよ、いろいろと。そう、一つ面白い話を思い出したわ。何何？この学園には創設以来決して生徒が踏み入れない場所が一箇所だけあったの。大いなる獣と呼ばれる巨大なモンスターに守られた場所がね。ほう。666的なやつですか。おお、冒険っぽい話ね。そんな危ない場所あったかしら。こちらから近づかない限り危険はないし、知らなくても無理はないわ。でも彼、テオフラトゥースはその獣を退け、その地を踏んだ。何のことはない。ただ景色の綺麗なだけの場所だったらしいけど。
父さんだけが知ってる景色。ふん、面白そうではない。うわ、ふんちゃん、いつからいたんですか？その男がたどり着けたのならば、俺様に行けぬ理由はない。止めても行くんですよね。付き合いますか。先生、ありがとうございました。具体的な場所が分かんないんですけど。挨拶が遅れました。私は早く行きなさい。仲間を待たせるものではないわ。はい、失礼します。この程度で分かるとは思わないけど、試す価値は。竜の墓場、天の道にあるテオフラテスだけがたどり着けたという場所に行ってみよう。天の道は竜の墓場、骨の森の奥を抜けたところに、抜けた先にある。ほ、結構あそこ森深いんだよね。森というか場所が。ちょっと補給してこっか。増えてますね。いや、変わってないか。ちょっとリフィルボットをいくつか。いや、削らないで。これぐらい。何か必要にな。購買とか変わってないかな。いらっしゃい。もういい。よし。じゃあ行くっか。天の道。あれ？なんかこっち行ってないね。まあ一回行こう。ちょっと敵はスルー気味でいいですかね。草を刈ると竜の骨が出てくる。危ない危ない。この上になんかあった気がするんだよな。アイテムか。じゃなくて箱があったのかな。ここのでっかいやつって倒した記憶ないから倒してもいいんだけど。どっかでセーブできるかな。最終ポイント変わる。これか。こっちの先ってなんだ。
あれ？こっちなんか知らないな。ほう。あ、クロム水晶。やった。そっちなんだ。この上なんかあるな。お、やった。網かご。錬金術師のかご。これフィロさん装備か。植物などから作るカゴの製造方法。見た目に難はあるが、結構丈夫なカゴが作れる。旅行先などでふと荷物がいっぱいになった時に覚えておくと便利かもしれない。これ作れれば、まあ、装備系なんか作れましたね。黒い溶液拾えるんだ。うわー、魚釣り場だ。ってことでここ時間潰せるな。ゲームの魚釣り難しいんですよ。めちゃくちゃ滑るから。よし、あ、トラフォームです。やたらとサクセスが広いやつは敵ですね。これは朝まで釣りだな。結構時間まだありますけどね。これは後回しにしよっか。時間結構あるから先進んじゃいましょう。タラ払い。タラ払い。長い足を持ったカニ、茹でると簡単に。あれ、これ見たことあるな。なんか先が分からないから、どのタイミングで突撃すればいいのか分かりづらい。そうですね、確かに。そういえばありましたね。ヤッハーマン、あれも量産したいんだけどな。作ってもらうにしてもちょっと他のアイテム作らせてるんで。あ、やべ、夕方になっちゃった。しまった、しまった。これ戻って釣りやっていいですか。こんなにぬるいと他のアトリエシリーズみんなストレス要素がないか気になりますね。 W ですね。このゲームほんと遊びやすいからな。他のアトリエができなくなりますよね。あ、間違った。交代できるよ。全滅してもゲームオーバーじゃないし、時間無制限だし。クショーが、これ夜間敵強いな。
うん、この先になんかボスっぽいやつがいたと思うんだけど大丈夫か。やべ、超スピードだ。ちょっと夜通し釣りをしよう。わっとは。ただシナリオが微妙に面倒くさいやつが多いと感じるやつが多いのが難点ですね。あーですね、ちょっともうちょっとね、シンプルにしても、シンプルにして数を増やせばって感じなのかな。ちょっとね、もうちょっと厳選してもよかったんじゃないかっていう感じもしないでもないですね。あとキャラが多いから個別シナリオ1回のプレイで全部見られないっていうね。こじらせてるやつが多いというか、なんというか。そこがやっぱ問題なのか。片やテロリストというかね。交代できます、交代します。良い勝負でしたね。あー、間違った。気がするな。6個ありますね。これ絶対敵だ。違う、トラウト、トラウトって、トラウトって何？鮭。トラウト、マスノスケの成長した魚。あ、だね。見た目はそのままに、重さが増している。相変わらずフレッシュな外見なままだ。さ、やっぱ鮭ですね、腹巻きとかだから。魚と戦ってもいいな。あ、出た。あ、これ今のちょっとレアっぽいやつだな。戦ってみよう。これならなんとかなるかな。タイニーです、タイニーです。サルバ、お願い。デスバイツ、これもしかして即死やってくのかい。よし、出られるぞ。交代できるよ。
あれ？ここじゃないんだっけ？え、ここって龍の墓場だよね。あれ？ないな。どっかに別なとこに出てくるやつかな。ですか。うん。お、尿骨。早く朝になってくれ。いけないでしたっけ。やばそうだな。まあそれっぽく回復して挑みましょう。怪しいのがあったらちゃんと回復しましょうね。道中で敵が出れば回復できちゃうから。
こういう脇道やってるから時間くんですね。ん？ウロコチップス？これ初めてだな。多分使用アイテムだね。違う。ウロコのようなものを揚げたスナック。ざっくり新食感だが、原材料が一切不明なところに不安を感じる。 HP 大 SP 中素材としてはなかなかいいね。素材ガードか、なんかあるっぽいんだけどね。ここ怪しいよね。竜の墓場、天の道、許可なく生徒が立ち入ることを禁ず。ここの奥だったよね、うん、父さんしかたどり着けなかった場所。腕が鳴るではないか。さあ行くぞ。セーブポイントございませんか。これ毎回ここまで歩くのかな。ショートカットあんのかな。あそこか。あ、色川 W 撮った記憶ないですけどねよろしいんでしょうかね。いいてへアナライズ。サルバお願い。よし出られるぞ。ヒーリングエコやめて。プラズマレイ。動物じゃないんだ。殴る相手若干間違えたよな。交代できます。ここのアイコン見れば属性わかるのかドラゴンはダメなんだね。マップに行っちゃうんだ。あ、ってことは帰れるな。ちょっと一回帰ろうじゃあ
続きは次回やりましょう。竜の墓場ん？あれ？あ、これ帰れただけでもう一回行かなきゃダメなの？やっちまったやっちまった。あ、ここで分岐するのか。やってよかったなるほど。ということで今日はここまでですね。ちょっとイベントがセットしとくか。イベントが長い。まあ今のところはそこまで苦労してないから、まあなんとかいけるんじゃないですかね。よし、そんじゃ今日はゲームはここまでで、メス読みしましょう。リンク読みか。次回は天の道。まあ敵も倒せるから、まあどうにかなるでしょう。いや本当他のアトリに比べてこのゲームって本当ぬるいですね時間さえかければクリア可能っぽいね。